はい、明るい DIY 第2回目です。第1回目はひどい結果に終わってしまったので、今日はちょっと簡単なやつ。こういう壁ですね。壁の穴。ネジとか打った時に開く穴、これを今日は埋めていきたいと思います。壁の穴ってさ、うるさいね。今日使うのはこちら。クロスの穴埋め剤。これをね、使って穴を埋めていきたいと思います。これはホームセンターとかに普通に売ってるんで、買ってみてください。値段はこれでいくらだっけな ?350 円ぐらいですね。じゃあ用意していきます。はい、じゃあこういう感じで、これで穴を埋めていきます。はい、注入して入れていきます。で、注入したら今度こういうヘラですね、ヘラで押さえていきます。そうするとこれ穴が目立たなくなりますね。こういう感じで穴を埋めていきます。さっきじゃあこっちも注入したやつを押さえて、こっちも押さえて、やっと。コツはですね、ちょっと多めに持っていくことですね。で、多めに持ってヘラで押さえてやるとわりかしきれいになります。今日は簡単なやつなんでこれだけです。ではまた次回よろしくお願いします。